9月10日午前中の取引を終えました。日経平均株価は午前中の段階では反発しました。7円30銭高の22,314円36銭ということで、久しぶりの反発であります。ただ7円高ということで5番予断を許さない状況となっています。トピックスも 4.61 ポイント高の 1688.92 と午前中の段階ではプラスで引けています。東証一部全体の6割にあたる1205銘柄が上昇しました。下落したのは全体の4割弱760ということで、おおむね1200対760ですから買い物が先行というのが午前中の東証一部の動きでした。新興市場マザーズ指数ジャスダック平均ともども小幅ながらプラス圏で引けています。それでは日経平均の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経225先週は売り一辺倒といった格好で値を切り下げ続けました。金曜日この日ですね、金曜日にはついに75日線オレンジの線と25日線グリーンの線それぞれ割り込んで金曜日を終えています。今日もおおむね金曜日のレンジ内での動きとなっています。この先週の下落分を取り戻して移動平均線突き抜けるにはより一段強い買い材料が一つ二つ必要な感覚でありまして、今日は一応プラス圏では引けていますがレンジとしては金曜日のレンジ内での動きとなっています。なかなか戻せないというのが東証一部の動きであります。差は去りながら値戻しを見始めている銘柄群も個別に探していけばあります。例えば今日午前中買われていたセクターというのが保険セクターであります。そちら8630ソンポホールディングス、先週このように大きめの陰線続きで相場が崩れました。地震ですとか台風といった災害が先週日本列島を相次いで襲っています。地震災害絡みですと保険絡みの銘柄というのは売られるケースが多くなっています。損害保険、地震保険などの支払いが増えるのではないかと、そうした懸念するようなムードがあったようです。今日は安いところ、先週の終値に比べると安いところから始まったんですが、その後切り返してプラス圏に浮上しています。大きめの陽線を立てて、底打ち感のあるチャート形状となっています。5番この陽線をさらに上に伸ばすことができれば底入れ反転トレンドとなりますが、どうでしょうか。午前中の段階で損保ホールディングスは53円高 1.2% の上昇で終えています。一方で先週に引き続いて冴えないのが半導体関連銘柄であります。例えば8035東京エレクトロン、先週の金曜日に大きく窓を開けて売られました。アメリカの半導体市況の不透明感が増しているということで、アメリカで半導体株、ハイテク株が売られています。それを受けてアメリカのナスダック指数なども直近非常に弱い動きとなっています。この波及なんでしょうか。金曜日に窓を開けて売られました。今日も窓埋めにかかるといった勢いはまだ今のところ見られません。どちらかといえば売り物が先行で、午前中の段階も5円ではありますけどもマイナス圏で取引を終えています。以上、全引けの模様東証アローズからお伝えしました。